動画先生石川博之、菅野澄夫です。今回は、パソドブレの、簡単なベーシックをやっていきたいと思います。パソの簡単ベーシックの足型の前に、パソを、皆さん普段踊ってますか？ルンバ、チャチャとか、まあサンバぐらいは、まあ一般的によく踊られると思うんですけれど、まあジャイブを踊る人がまずちょっと少なくなり、パソになるとさらに、踊る人が少ないという傾向があります。まあ自分としてはダンスタイムなんかでも普通にパソドブレをかけて、みんなが普通に、誰とでも踊れるようになってくれるといいなと思ってはいるんですが、アマチュアさんは、まあ、ともかく、プロの先生もパソの練習が少ない人が多いような気がします。プロの先生はバリエーションのパソ、自分のルーティンはよくやってると思うんですけど、パソのベーシックを、いろいろやってる人は意外と少ないかなと思います。ベーシックステップでルンバとかね、チャチャでもわかるように、男性がリードして、で、女性は次の足型が何か分からなくても踊れるものなんです。だけど、パソのベーシックって言っても、結構、プロの先生なんかでも、ベーシックプログラムとして、最初からね、最後まで順番が決まっていて、その順番通りにやってるっていう人が多いかもしれない。ね、そうではなくって、ちゃんと男性がリードをして、それで、女性はそのリードを受けて、誰とでも踊れる、ね。決まった相手ではなくて、誰と踊っても踊れる。そういう風になってくれればなぁという思いで、今回簡単な、誰でもできるようなパソのベーシックを説明していきたいと思います。はい。では、パソの簡単ベーシックの足型いきます。まず、組みました。横にシャッセします。1、2、3、4、アペルをします。2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、4。これでまず1つ。ね、そこから、1、2つ目、3、アペル。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、2つ目、3つ目。1、2、3、4、アペル。2、3、4、5、6、7、8。1、2、3、4、5、6、7、8。3つ目。1、2、3、4。繰り返し。なので、グループを、3つのグループを、やります。で、それを、まあ、繰り返してもらえれば、ずっと踊り続けることができます。もう一回いきますね。一つ目。1、2、3、4、アペル。1、2、3、4、5、6、7、8。1、2、3、4、5、6、7。二つ目。1、2、3、4。1、2、3、4。1、2、3、4。1、2、3、4。三つ目。1、2、3、4。1、2、3、4。1、2、3、4。1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、繰り返し。ほら、簡単。歩いてるだけ。はい、狙いとしては、簡単なもの、要するに、誰でも踊れるような、極端な話、初心者というか、私、パソドブレやったことありません。いや、ダンスやったことありません。ね。そのレベルの人でも踊れるような足型です、今のは。ベーシックステップもいろいろあるんですけど、今のは、特に簡単というかわかりやすい。すごく言っちゃえば、簡単に言っちゃえば歩いてるだけみたいな感じです。ね、足型、女性の方の足型いきますね。横に1、2、3、4ってシャッテしました。1、2、3、4。で、一つアペルというものがあります。アペル、その場でトンと音を出せばいいです。トン。ね。踏み替えるというのかな。で、アペルってちゃんと乗ってください。女性の体重で言うと、左、右、
左右アピールして左に乗ります。1、2、3、4、ね、順番に足出せばいい。左の次は右です。右の次は左です。だから左に1、2、はい、乗る。1、2、3、4、まず一つこのパターンを覚えてください。こっからなんかいろんなものに入っていくことができますので、ね、まあ簡単に言うとパソのベーシック、ね、と言ってもいいかもしれない。横に男性も同じなんですけれど、横に1、2、3、アペル、右足乗ります。乗る。2、3、4、ね、歩いていきます。で4歩目で女性の前に入ります。もう一回いきますね。1、2、3、アペル。1、2、3、4で女性の前に入りました。このパターン、こっからいろんなものに、入っていくことができますので、まずこれを一つ覚えてください。逆向きでいきますね。せーの。1、2、3、アペル。1、2、3、4、男性は女性の前に入りました。で、さっき三つの足型やるって言いましたけど、三つの足型とも全部こっから入れます。同じ形から入っていけますので、まず、ここのパスの、まあ、ベーシック、ね。この部分をまず覚えてください。次、今の1、2、3、4って歩くとこまで行きました。そっからいろんな足に入っていくんですけど、まず一つ目にやったのは、ラパスという、足型です。でもまあ、簡単に言うと、まあ、歩いていけば、右に左に歩いていけばいいです。ね、さっきやった1、2、3、4、アペル。1、2、3、4、ここまで行きました、ね、そこから女性歩いて歩いて歩いて右に左右で揃える。分かったかな。1、2、3、4まで行った。右足から女性、ここから左足から歩いて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 揃えた。ほら簡単。細かい踊り方はまた後で言いますね。女性ずっと歩きました。次、男性いきますね。女性は今ね、1、2、3、4、こうなった。で男性も歩いていきます。1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、入ってる？1、2、3、4、ずっと前進しただけです。ね、こっちから行こう、ね、そっち向かってみますね。1、2、3、4、ここまで来ました。そこから1、2、3、4、歩く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 揃える。1、2、3、4、歩いただけだね。で、ラパスって、まあ前ね、パソの時に言ったと思いますけど、男性は闘牛士、ね、女性の方はその闘牛士が持ってるそのね、ケープというか、マントというか、ね、それになってることが多いです。今の、ラパスって、闘牛士で女の人がケープって考えると、ケープをそれを右に左にこう、振ってるような、そんな感じのステップです。そういうイメージを持ってくれると、今のがどういう動きなのかっていうのもなんとなく見えてくると思うんですが、ね、1、2、3、4、こうなった。こっから、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、というとなんとなくこうね、ちょっとパソのね、マタドールがこのケープを振ってるような感じになったのかな。女性をまあ右に左に、ね、なんとチェッカーフラッグ振ってるみたいな感じが右に左。これがまずラパスということです。まずこれが一つ目。はい、二つ目、トラベリングスピンの二つ目のところの足がトラベリングスピンと言いますね。女性がこうくるくるって回ったやつですね。そこの女性の足型からいきますね。横に1、2、3、4アピールして1、2、3、4、ここまではまあ大体一緒です。では、
女性はこっから回って前、回って前、そっから男性と組んで揃えるということね。まあ回転はしてはいるものの、やっぱりこう歩いていくような感じ、歩きながら回るような感じかな。ね、一二三四ってなった女性は回る歩く回る歩く組んで七八ということなので、まあ歩いてるということですね。いいかな女性の方ははい、男性いきます。男性は1,2,3,4 アピールして 1,2,3,4 ここまで来ました。男性難しいよ。 1,2,3,4,5,6,7,8 合ってる？わかんない多分こんな感じ1,2,3,4 こう来ました。1,2,3,4,5,6,7,8 合ってる。もう簡単すぎて分かんなくなっちゃう今分かった、歩いてたね。これもね、説明するのが恥ずかしいぐらいなんだけど1,2,3,4 って女性の前に入りました。男性 1,2,3,4,5,6,7,8 ほら簡単、ね、これが組むとね、ちょっとこうしちゃいますね。1,2,3,4 こっからね。1,2,3,4,5,6,7,8 ほら超簡単ね。まあリードとかね、またその辺言いますけど、足で言ったら本当にね歩いてるんです。まあパソってもともとね、1,2,1,2行進曲って言われたりもしますけど、ちょっと凛々しくずっとこう歩いていくような感じ、これがベースになっているって考えてもいいと思います。でそれをしながら、まあちょっと右に左へとか回ったりっていうのがあるんですけど、今のも、男性も女性も、エンドカウントが入ってないんです、ね、1と2とかなんかそうとっていうカウントがないです。だから音楽に合わせてズンチャンズンチャン1,2,1,2,1,2 ずっと歩いててできるステップなので、分かりやすい。エンドとかが入ってくると、ね、タイミングがずれたりっていうのも起こるんだけど、これエンドないの。全部、それも、全部乗ります。乗る、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 タップとかがなく、全部乗る、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 乗る。なので、まあ、簡単。これが二つ目。はい、次。三つ目。三つ目にやったのは、グランドサークルという足型です。横に1,2,3,4アペル1,2,3,4ここまではいつも一緒で、まず女性の方から歩いて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 ピーピーになって、さらに歩く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 歩いて歩いて揃える。でそこで1,2,3,4ごめん、これも歩いてるだけですね。組んでやってみると、1,2,3,4 歩いて歩いてピーピーになって、歩いて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 揃える。 1,2,3,4 ほら歩いてるだけね。まあまあ男性も行きましょうか。男性今度歩きもしませんはい、1,2,3,4 アペル1,2,3,4 こっから5,6,7,8 ここまで歩きました。で次男性右足出して 1,2,3,4,5,6 女性を回してきます。最後7,8 ね、最後一歩出ます、ね、そこのところ 1,2,3,4 グイーン女性をこう回していきますので、そこは足型がないです、ね、もうぶっちゃけお休みですはい、1,2,3,4,5,6,7,8 ここから1,2,3,4,5,6,7,8 1,2,3,4 1,2,3,4,5,6,7,8 1,2,3,4 そこぐらいかな難しいのは。
ますね。せーの、1,2,3アピール。1,2,3,4,5,6,7,8。1,2,3,4,5,6,7,8。1,2,3,4,1。まあこれも音に合わせてずっと歩いてくれればいいと。まあね、だ3つともすごく簡単な、まあ、そのベーシックステップの中でも、簡単な3つだと思いますので、ね、まずこの足型を覚えて、じゃあまとめましょう。なんていうのかな、パソに対するなんだろう、毛嫌いというか食わず嫌いというか、そこをまずなくしてほしいんですよね。例えばダンスをやっている人に、あ、じゃあパソやりましょうかって言うと、そんな難しいの私できないとかね、そういう風になんかパソが難しい種目とか、あるいは上級者がやるような踊りとかってちょっと勘違いね、してるような人もいます、ね、うちでは全然遠慮なく初心者ね、からも、じゃあパソからやろうかっていうぐらい、ね、パソはそういう意味では入りやすいんです。本当に歩けばいいから、ね、順番に右左に歩いてってくればそれで踊れるよね、そういうふうにパソが難しいという先入観のない人に、初心者とかにパソをやってもらうと、あ、先生パソって簡単ね、みんなすぐできるようになります。もう今みたいのこれ踊れるのにね、今説明しながらやってるけど、実際にレッスンで言ったら多分5分もあれば1曲音に合わせて踊れるようになります。まあこれをね、かっこよく踊るとかね、形を体を使ってってなってくると難しくはなってくるんですけれど、まず踊れないことにはダンスは楽しめませんので、今のを、まずこう気軽に、踊れるように覚えてもらって、でパソに対するまずそのね、毛嫌いをなくす、パソは簡単、ね、すぐ踊れる、ね、まずそういう風になってください。踊り方はまた今度説明します。今回は、パソの簡単ベーシック1でした。せーの。Let's practice.